プロとしての K1、 アマチュアとしての K1、 やっぱ自分が背負って背負って立たないといけないなと思って、やっぱ2連覇もしないといけないと思ったので、まあいろいろな強い選手も出てると思うんですけど、まあ、絶対に自分の強さを見せて、まあ、2連覇を狙っていきたいと思うんで。心を強くしたいから進むべき青春がある。心が強いからこそ心に描く夢がある。 K1 という青春、 K1 という夢。高校生の高校生による高校生のための K1 甲子園開幕。俺はとりあえずベルトを目指してるんで、とりあえず俺の前に立つんだったらやっぱやっつけていくだけなんで、ここまで頑張ってきたんだっていうのを出したいってのと、あとこれからどうなるかはやっぱこの甲子園で決まると思うんで、はい、このてっぺんは世界へと続くてっぺん、その頂を目指す高校生たち。高ければ高いほど乗り越えたいと思う気持ち、まあ一人一人ぶっ倒して平谷選手もぶっ飛ばしたいと思います。 K1 甲子園はただの通過点にしか過ぎないんで、僕は世界取りたいんで。多くの夢がここにはある、多くの希望がここにはある。そして何より多くの成長がここにはある。プロとしての K1、 アマチュアとしての K1、すがすがしく過酷な青春。